どうもです。つくもやよ。8月31日。今日は、不成就日ついとるな。読んで字のごとく、成就せえへん言うけんや。せやけど、一粒万倍日についとる。一粒の種が行さんに増える。まあ、ええもんも悪いもんも増えるさかいよよ気つけてんな。六曜は全部。何事も控えめに。午前は凶で、午後が吉。時間は可能へ。鋼鉄を示す陽の金。花が開いて実を結ぶ状態を示しとる。十二支はね、ネズミはね、陽の水。万物が地下で栄養を蓄えとる状態を示しとるんよ。ほんで、この十巻と十二支から音読語を読むと、金生水。金属の表面に水が生まれるいうことで、造成。物事が順調に進むゆけや。なやな、不成就日と全部だけ見たら景気悪そうな感じするけど、一粒万倍日と創生って、これはなんや景気良さそうやね。まあまあ、慎重にことを進めていこうかいうふうに読めるけんども、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。